足がよく動いてる感触も出てきます。自然とバック出せますよ。確かに今目下がってないんですよ。あら、あんなに言って治んないのに。あら、そういうこと。だからバックはどらないし、かすりもしないじゃないですか。ちゃんと当たってますよね。この練習ですか、僕に足りなかったことは。かもしれない。まあこれだけじゃないです、うん、まあその一つかもしれないですね、うん。あとこの練習で意識してもらいたいのは、そのまあ強弱をつけることによって、攻守転換の練習みたいな。はいはい。さっきからやってて思いませんでした。あ、そうです、ね、ちょっと相手が来るときちょっと守って、うん、ちょっと相手が緩く来たりちょっと強めに打っていう、そこがすごい大事。そう、攻守転換の1球目ってすごいミスしやすいんですよ、はい、試合でも、うん。そこをいかにミスしないかって、すごい相手からしたらすごいプレッシャーだと思うし、怖いと思うんですよ、ね。なるほど。その練習も一緒に教える。確かに。でもすごい重要なんですよ。確かに、なんか内容がすごくこう上級者の内容というか、こう割かし僕の微妙な中級者限りの人間の感じだと、まあ、攻めたいっていう意識が強くなりすぎて。守るっていうプレーはすごい取り込みにくいんですよね、うん。ここはやっぱりその打たれてもそのちゃんと自分がそこ足を止めずに行くことによってコースのところにいて、なんか守ることに対してもこうポジティブな意識が持ちやすい感じが、そう、なんか守ることが全て悪いわけじゃないよっていうのが多分それでわかるんじゃないかなと。なるほど。多分守るのが怖いから何でも打とうとしちゃうんだよ、うんうん。守ることを慣れてしまえば何も怖くない。守りだって武器ですよ。だからブロックマンがいるんじゃないですか。まあ、そういうことですよね。そう、守ることは何も怖くない相手がブロックマンなんです。そうですよね。そう、攻めるよりも守ることがいいっていう選択肢ですよね。そう、それぐらい打つのってリスクがあるんですけど、うん、だからそれをうまくその自分が打ちたいとき打て、守りたいときそれがちょっとできたら強いじゃないですか、うん。全国チャンピオンにふさわしい。そう、そういうことでした。それがあって攻撃が生きてくるし、うん、見えました。それはね、練習しなきゃ身につかないです。なるほど。だから才能どうこうじゃなくて、やる練習内容だったりやったことが生きてくるんですよね。そしたらここがらしいんですけど、はい、今のプレーでデュースからの設定で、はい、勝負してもらえませんか。しましょう。これ僕勝ったら知りません。やばい、やばいって。これ勝ったら知りませんよ。やばいって。笑ってますね。やばいって。緊張してるじゃないですか私。いいですよ、予定なしのいきなりの突撃勝負。やばい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 。鬼だな。正義は勝つ。ここに鬼がいます。ひどいです。よし、お願いします。手を手を11-10 11-10
かな。え、これラストセットですよ。ここからはまくりますよ。なるほど。さあ、いける。視聴者の皆さんは僕が優しくしたことに気づいてくれてるでしょうか。いや、絶対違います。本当にバイトの服を私が香水ただけじゃないですか。バレた。やっぱね、回り込んじゃうよね。でもそれを先にやったらダメです。あ、なるほどなるほど。先にやっちゃったら今ああいう状況が生まれます。確かに確かに確かに。そう、取ったセットを思い返してみて、回り込もうとしました。してないです、ね、むしろバッグ多かったんでしょ。Ha ha ha!